回り効かないでしょ、そんなの。案外行儀が悪いのね。敵に行儀を見せる必要はないので。立ち影。松島。中断は純銀なの？終わりです。これからなんだけど、お仕置きは。何をしたかって？したのはそっち。さっきこの手で私の唇を奪ってくれたじゃない。私は固有の毒を持っているの。触れるとしびれて熱くなって私の虜に落ちる毒。私あなたみたいなこの血が一番好き。でもさっき一人分飲んじゃったから、あなたはデザートにする。この小娘、優しくしたのに物足りなかったの。下手くそです。あなたが何百年生きているのか知りませんが、もっと経験豊富な方を知っているので。そんなので勝てるの？問題ありません。なら今度はもっと激しく。なんて怪我だ。すぐに止血しないと。雫さんはここにいます。綾様、ただいま戻りました。おかえり雫。大丈夫か？大丈夫です。美毒か。お前がそんなになるなんて、ずいぶん強いのをもらったな。生き残ったのはこれだけですか？レイノルドさんも重傷を負われたと聞きました。体内にはルパンもファントムの姿もないとの報告です。一体どこから消えたのか。水路だ。堀の水位が下がったからこそ、そのルートが開いた。ルパンは堀の水を地下に流すことで逃走経路も確保していたのだ。なんと。ルパンこそ真の怪盗だ。実はもう一つ残念なお知らせが。サンルームにあったはずの金庫ですが、紛失してました。げっ、回収を忘れていた。それもルパンが。はあ、結局僕らは惨敗か。ちょいといいですか。さて、お立ち会い。